皆さんこんにちは、高橋雄一郎です。ポカポカ陽気の今日この頃、春真っ盛りですね。そんな季節を今最も楽しめるのは伊豆半島。伊豆半島は今まさに花いっぱい半島となりました。というわけで今回のいい伊豆見つけたは、今が旬伊豆半島へいらっしゃい2024春号と題して、伊豆半島の8つの市町のおすすめ情報を日頃観光に携わっている皆さんにご案内していただきます。また番組の最後にはプレゼントコーナーもありますよ。皆さんお楽しみに。それでは早速番組スタートです。見つけた、今回は今が旬伊豆半島へいらっしゃい2024春号と題して、ご覧の8つの市町のおすすめ情報を日頃観光に携わっている皆さんにご案内していただきます。前半は熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町から春の行楽情報をリレーでお届けしていただきます。それでは参りましょう。まずは熱海さん、お願いします。はい、熱海市からは、熱海市観光推進室杉山が姫の沢公園よりお伝えします。ここ姫の沢公園は熱海市の山間部に位置し、日本の都市公園100選にも選ばれた公園です。園内では四季折々の植物が見られ、自然との触れ合いを楽しめます。姫の沢公園では4月下旬から園内のツツジが見ごろを迎え、花祭りを開催します。4月20日から5月6日までの期間、園内では飲食屋台の出店や鯉のぼりの設置、デジタルスタンプラリーを行います。5月3日から5日にはステージイベントを開催するほか、普段は利用予約が必要なスポーツ広場を無料開放します。サッカーボールらスナックゴルフなどの用具の貸し出しもあり、ご家族やグループでお楽しみいただけます。5月3日には乗ることができるミニ電車がスポーツ広場にやってきます。この他にも108ヘクタール東京ドーム23個分の園内にはハイキングコースや50機のアスレチック遊具が設置され、自然の中で遊べます。熱海観光の際は姫の沢公園にもぜひお越しください。6月1日から16日まで熱海ジャカランダフェスティバルを開催します。ジャカランダとは、美しく珍しい花を咲かせる世界三大花木の一つです。国道135号沿いのジャカランダ遊歩道から親水公園までの歩道では、5月下旬から6月にかけてジャカランダが見頃を迎えます。綺麗な青紫色をしたジャカランダですが、本州で群生しているのは大変珍しく、咲き具合もその年にならないとわからない気まぐれな花でもあります。熱海ジャカランダフェスティバルの期間中は、ジャカランダ遊歩道に植樹された105本ものジャカランダにライトアップをします。昼間とは違った雰囲気の景観を楽しんでください。この他にも熱海市では四季を通じて海上花火大会を開催しています。以上、熱海市からお伝えしました。続いて伊東市さん、お願いします。はい、伊東市からは伊東観光協会山本が
伊藤祐親像前よりお伝えいたします。伊藤祐親は伊藤氏一帯を統一し伊藤の礎を築いた平安末期の武将です。伊藤祐親祭りは地域の文化発展にも尽くした伊藤祐親を顕彰するお祭りです。5月18日には第25回滝技能を開催いたします。国内一流の能楽師が能狂言を演じます。5月19日には伊藤温泉夢舞台にて伊藤子どもお能教室や伊藤市文化史跡保存会による演目などが開催されます。会場は伊藤松川水上特設舞台と藤の広場です。滝技能のチケットは現在発売中です。詳しくは伊藤市文化財史跡保存会のホームページをご覧ください。蛍の名所として有名な丸山公園は緑と水が調和した自然公園です。夕方から夜にかけて数百匹もの源氏蛍が舞う幻想的な風景が広がります。また市の南西にある松川湖でも湖面を飛ぶ美しい蛍の姿を見ることができます。どちらも6月1日から9日の晩には蛍鑑賞会を開催します。水面を舞う蛍の幻想的な光景を体験してください。5月6月の毎週日曜日の朝には宿泊者限定の伊藤観光地引き網体験が伊藤オレンジビーチ中央にて開催します。都会では体験することのない地引き網を体験してください。松川タレ乗り競争は1956年から続く夏のイベントで伊東の温泉街を流れる松川で行われます。直径1メートルほどの大きなタライに乗りシャモジのような小さな貝を漕いで速さを競います。400メートルほどのコースを団体レースや子どもレース、国際レースなどが行われ大いに盛り上がります。当日参加も受け付けています。旅の仲間でぜひご参加ください。伊東市の観光情報については伊東観光協会にお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしております。以上、伊東市からお伝えいたしました。続いては東伊豆町さん、よろしくお願いします。はい、東伊豆町からは観光産業課の梅原が稲取文化公園ひなの館より春のおすすめについてご紹介します。まずはひなの吊るし飾り常設展示についてご案内します。稲取文化公園内ひなの館では5月31日までひなの吊るし飾り常設展示を開催中です。稲取にはひな祭りの際にひな壇の両脇に吊るし飾りを飾る風習があります。手作りの人形には女の子の健やかな成長への願いが込められ、親から子へ、子から孫へと町の伝統的な和細工として現在に受け継がれています。園内には足湯もありますので、ぜひお立ち寄りください。稲取細野高原では、秋のすすきが一変して、山行きによりまだ黒い部分が残り、5月6日までわらびやゼンマイが取り放題の山菜狩りが行われます。東京ドーム26個分の広大な大地の香りと自然の恵みを満喫しに遊びに来てください。続いて蛍鑑賞のご案内です。奈良本欅公園では5月24日から30日まで蛍鑑賞会が行われます。里山の小さな公園に舞う蛍の幻想的な光をお楽しみください。また天城山脈のふもとに位置する大川竹ヶ沢公園では5月31日から6月9日まで園内の散策路を会場に蛍鑑賞の夕べが開催されます。わさびが育つ清流に舞う蛍の神秘的な美しさを体験してください。東伊豆町のイベントについてご紹介しました。山菜狩り、ひなの吊るし飾り、蛍鑑賞、春の東伊豆町にぜひお越しください。続いて河津町さん、お願いします。はい、河津町からは河津町産業振興課の飯田がここ河津カーネーション見本園からお伝えします。
河津カーネーション見本園はカーネーションの栽培技術研究のための施設で、開花期間中は一般の方も見学ができます。河津町は県内でも有数のカーネーション生産量を誇ります。河津カーネーション見本園の園内ではおよそ280種1万4000株ほどの色とりどりのカーネーションを見ることができます。ここでしか見られない新品種や試験品種もあり、大輪のものなど独特の形をしたカーネーションをご覧いただけます。今年の開園期間は母の日の5月12日までとなっております。お早めにお越しください。河津町ではカーネーションを見るだけでなく、カーネーション農家での農業体験も楽しめます。5月13日から18日までの期間、園農ボランティアツアーカーネーション引き抜き農業体験を開催します。カーネーション農家では母の日が過ぎると来年の開花に合わせ新しい苗を植える準備をするため、カーネーションを引き抜きます。園農ボランティアとしてカーネーション引き抜き作業に参加しませんか？引き抜いたカーネーションはお土産として持ち帰ることができます。参加費は2500円ですが、特典として踊り子温泉会館の入浴券と町内飲食店のお食事券1000円分を贈呈します。旅館組合の施設宿泊の方は宿泊料が無料となります。園農ボランティアツアーに参加してお得に河津町を楽しみませんか？河津バガテル公園はフランスのパリバガテル公園を再現したローズガーデンです。6月30日までは春バラのシーズンとなり、各種イベントを開催します。園内には1100種6000株のバラが咲き誇ります。色鮮やかなバラの甘い香りが漂う河津バガテル公園にぜひお出かけください。河津町の観光情報については河津町観光協会へお問い合わせください。カーネーションに農業体験、バラ、花いっぱい、春の河津町へぜひお越しください。はい、皆さんありがとうございました。熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町からの情報をリレーでお伝えしました。 CM の後もまだまだ番組は続きます。お楽しみに。